ここはテトラポットができますんで気をつけてください。で、濡れますと、このテトラポットに黒いのりのようなものがついているのでよく滑ります。で、ここ大きな溝になってますんで、かなり慎重に行ってください。で、荷物がかかるときはここを飛んでもらってもいいです。はい、この磯の周りは大きな根がいくつもありまして、ちょっと前には、何もありません。そしてあそこら辺ですね、あそこら辺にちょっと見え隠れするシュモリがあります。あそこはまた浅くなってるんで、この高床向きに、やってもらうと根上がりも少ないです。そして、磯へ来にくい方はこちらの横のテトラポット、ちょうどこれですね、ここにもピトンの穴が開いているテトラがありますので、ここでアオリイカをやっている人も多いようです。ただテトラポットなので、非常に危ないので自己判断で自己責任で来てください。で、この足元には、たくさんの根があって、ここは深瀬で、グレア、サンノジ、アイゴ、イズスミなんかもよく釣れます。比較的ずっと浅い感じで霜りが点在しているような地形になっております。北西が吹いたときは、こっちのタコ方面から吹きつけていくような感じになりますけども、南風とかでしたらこの大きな山がありますんでほぼ背中からになります。南西で、外海がしけたときもこの湾内は、竿が寄せて、手前にテトラポットがあるのでちょっと釣りはしにくいですけれども、そこから、前のところで、上なんかもよく釣れます。おすすめはカゴ釣りで、だいたい2広ぐらいで遠投してもらう方が、肩のいいぐらいがよく釣れると思います。